内外装の違いに関しましては、まあ、V8 ということでポリッタのエンジンが乗ってますので、まず外装のところから言いますと、ボディの横に V8 というロゴが入ってます。で、分かりやすいところで言いますと、マフラーが4本出しになってますので、まあ、よりスポーティー感を出しているのかなと思います。で、内装に関しましては、まあ、ハンドルがスウェードになってまして、こちらもまあこうスポーツカーと言いますか、スポーツチックな形になってます。で、それからあとパドルシフトですね、こちらも V8 のみについております。シートもですね、フルレザーのパターンと V8 のみ、スウェードのシート、まあ、センター部分にはなるんですけれども、スウェード調のシートもございます。ダイナミックモードという機能がランドローバー、まあ、ジャガーをお乗りのお客様は分かっていると思うんですけれども、まあ、ディフェンダーは今までなかったんですけれども、 V8 のエンジンということでこのダイナミックモードがつきまして、まあ、ハンドルの硬さであったりですとか、アクセルレスポンスの変更も可能になっております。まあ、ダウンサイジングもそうですし、まあ、これからどんどん EV 化、まあ、進んでいくと思うんですけど、まあ、逆を言いますと多分今しか乗れないと思うんですね。5年50年後になると、まあ、EV が当たり前になってきまして、まあ、そうなってくると EV って変な話、これから先だといつでも乗れるんですけれども、いろいろ規制が難しくなっていく中で、まあ、今しかできないっていうので出してきたのかなと思います。やはりまあディーゼルのエンジンとまあガソリンエンジンで特徴が全く違いますので、まあ、あの両方もちろん、ね、良さはあるんですけれども、まあ、ガソリンに関して言えばやはり後半のアクセル踏んでの伸びですねが、やはり全然ディーゼルとは比べ物にならない。まあ、もちろんエンジンの大きさも違いますから、直進性ですよね。やはり高速道路の交流なんかでバーッとこうアクセル踏んだ時なんかはもう加速もすごい加速してくれますので、まあ、本当にオフロードカーというよりも結構まあスポーツ走行ができる車だなという印象が強いですね。あとはまあそのとメインカーで使うのか、まあ、セカンドカーで使うのかっていうところがまあポイントかなと思いまして、メインカーで使うのであればもう90で個人的にはいいと思います。やはり90の方がホイールベースも短くて、まあ、あの小回りも効きますし、こうコーナリングなんか もうクイックに曲がっていきますので、まあ、走りを本当に楽しみたいですとか、まあ、サブで、まあ、週末ちょっとドライブに出かけたいとかいうお客様は、まあ、90がいいかなと思います。まあ、ワンテンの方はですね、やはりラゲッジも広いですし、ゆったりと乗れますので、まあ、週末ファミリーで乗りたいよとか、そういったお客様は、ワンテンでいいかなと思います。ジャガーランドローバー三島店には、ランドローバー全車種ございますので、まあ、もちろんディフェンダーのワンテンのガソリン、ディーゼル、まあ、もちろん V8 もございます。乗り比べもできますので、ぜひ三島店へご来店くださいませ。